崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあ、まもなく開幕が近づいてきてますけど、はい、今日やるのはこちらです。パリーグの新戦力若手、こいつに期待だ選手です。お、はい、まあ、去年もやりましたね、里崎愛です。あ、このコーナーですか。このコーナーです。はい、はい、うん、だからまあ去年のね、おさらいしながら、はい、里崎が勝手に期待してる新戦力、うん、若手選手です、はいはい、で去年選んだ選手は果たして活躍したのかどうかっていうね、お前の目はどうだったんやっていうところで、パリーグですけども、はい、じゃあ最下位のチームからやりましょうか。はい、そうしましょう。はい、じゃあ2020年、はい、最下位のチーム、うん、はい、どっからですか。オリックスからです。はい、オリックス、はい、さすが覚えてますね。覚えてました、はい、このパターンもね、昨年の動画のパターンと一緒です。はい、そうでしたっけ、はい、はい、オリックスの若手、うん、新戦力期待はですね、はい、2人いるんですけど、はい、阿部、中川、両投手です。おー、そうなんですか。まあ、キャンプでのピッチングも見たんですけど、はい、あの中川投手はアンダースロース、うん、へえ。でも本当にいいフォームから、はい、綺麗なアンダースローで投げてたんですよ、うん、はい、で、あの中島監督からも、僕渡辺俊介を受けてたんで、はい、アンダースローって練習の時にどうやっていいとか悪いって判断するのって言われたんで、うん、あ、基本的に、はい、あの思った通り投げれてたら、うん、実戦で機能するかしないかだけですっていう。へー。練習の中だったら、うん、なかなかいい悪い判断つかないと思います、はい、それを試合で使いながら結果が出ていけばいいことだし、うん、でも思い通りに投げれてないとダメなんで、うん、まずそこ思い通りに投げれてたら、あと実戦の中の判断でしかないですよねっていう話をさせてもらったんですけど、はい、でも非常に綺麗なフォームで投げれてたんで、へー、まあ、うまくはまればね、まあ、先発でもいいし中継ぎでもいいし、うん、面白いんじゃないのかなっていうね。中川隼人投手、はい、うん、ドラフト4位ですね、はい、うん、非常に期待してます、はい、しかもオリックスはね、あのまだ先発中継ぎね、分かるし、アンダースローっていう一つのね、そうですね、またあの武器があればね、うん、ピッチャーの編成もうまくできるんで、あのちょっと1年目からね、はい、期待してます。楽しみですね、はい、山田久志さんや渡辺俊介さんのような偉大なアンダースロー投手になれるように頑張りますっていうコメント出してますね、うん、まあでもあの山田久志さんと俊ちゃんだとね、ちょっとこれぐらいさあるけど、それ山田久志さんに怒られちゃうんで。そうですか。そうです。山田さん、でも俊ちゃんもね、はい、やっぱその最近でいうとアンダースロー第一人者だからね。うん、まあそうなんですか。俊、うん、ちゃんからまだ広、はい、来たしね、そっからだって、あ、そう、相田とか牧田で山中とかね、はい、で高橋玲とか、そこからまた増えてきたんでね、俊、はい、ちゃんの役割は何気に大きかったかなっていうね。そうなんですか、うん、でもう一人が、はい、あの阿部投手、はい、新人で日本生命からドラフト6位で、うん、29歳、はい、あれ今年じゃ最年長ですか。そう、あ、なんかドラフトの評価も言ってましたね、ドラフト最年長、うん、楽しみだって言って、だって日本生命聞くところによると、はい、1000万以上の年収あるらしいのよ、はい、それで、うん、家族いるのに、はい、プロの世界に飛び込んでくる、うん、よっぽどの覚悟よ。そうですね。でピッチングも見たんだけど、うん、あのコントロールいい、はい、非常に、うん、だから使い勝手いいと思う。先発でも中継ぎでもロングでも、はい、中継ぎのね、どのパターンでもハマると思うんで、うん、でまあ、必死じゃん、もう1年目から勝負だから。そうですよね。でこのね、29歳でプロ入りしてきた、うん、心意気を買って期待したいですよね。いや楽しみです。そのぐらいこう、うん、もうだって即戦力として使えなかったらもう、うん、アウトだから ね。そうですよね、うん、しかも、うん、そのね、日本生命っていう安定職を捨てて、はい、プロ入りしてきたこの勇気と夢を掴む、うん、いやでもやっぱプロ選ばれたら入りたいじゃないですか。でもどう、奥さんだったら、29歳で、うん、もう今が、まあ、阿部選手はどうか分かんないよ、はい、でも大体その年齢になると、うん、1000万円前後はあるらしいのね。日本生命そのもらえるんですか。らしいのよ、はい、で、うん、ありますとってなった時に、まあまあね、プロに入ったら年俸は880万、はい、でしかも手取りじゃない、プロはこっから税金引かれます。あ、そうかそうか。で、あの今まで厚生年金、うん、社会保険だったのが、うん、あの国民年金、国民健康保険に変わります。個人事業主になるんですもんね、はい、うん、で、もしクビになったら日本生命には変えれません、はい、奥さんだったらどうですか。うーん、奥さんだったら、日本生命ももちろん素晴らしい会社だし、うんうんうん、安定してますけど、やっぱりプロになれる人間っていうのも限られてるじゃないですか、うんうん、それはやっぱりその夢を応援したいっていう気持ちはありますよね、うん、まあ、応援するよね、はい、でも、はい、生活がどうしますかっていう、年収下がるってなるとな、年収下がって、しかもそこで掴めればいいですよね、う
でもつかめなかった場合はもう多分クビになるのも早いのよ、はい、そうですね、29歳だから、うん、いやただ私は意外と自分の性格的には安定の子より私起伏あった方が好きなんですよ。結構でも親の支援とかもないからね。そうですよね、うん、あるかもしれないよ。いやいやないってなったらどうですか。だからそこは自分の生活と切り離して、うん、その家族だけで生活していかないといけないってなった時に、俺が嫁だったらあのもうちょっと考えようっていうね。いやでも大丈夫、力合わせて頑張れる。もしクビになっても頑張れる。まあでもね、この阿部選手の場合は、うん、あのプロ入り前から結婚してるんで、はい、プロでダメでも離婚するっていうことは多分ほぼないですけど、そうですね、あの、プロ野球選手で、うん、あの有名な奥さんと結婚して、うん、引退後離婚する率は結構高いのよ、うん、俺はね。高いらしいですね、うんうんうん、だそういったところでもね、はい、この後がないところでどういう頑張りか、この2人はね、いや頑張ってほしいです、頑張ってほしいですね、掴み取ってほしいですね、うん、注目したいですね、はい、だから皆さんも注目しておいてもらいたいですね、はい、で続いて5位、はい、日本ハム、はい、日本ハムはやっぱり、ね、吉田輝星ですね、はい、3年目、うん、でこの前あのマー君との投げ合い見ましたけど、はい、あの全体的に球が高いんですよね、うん、でも投げてるボールの質はいいんで、はい、ここからしっかり修正して調整できればひょっとしたら、で日本ハムはねそのやっぱり枠が空きまくってるん で、うん、で栗山監督ももう誰が掴み取るか、うん、もう枠がいっぱい空いてますよみたいな感じのコメントしてたんで、はい、あのひょっとしたらローテーション入ってくる可能性もあるし、うん、ちょっと楽しみです ね、 そうですね、投げてるボールの質は良かったんで、ただちょっと球が高いっていうところでね、うん、あの危なっかしいところあるんで、はい、そこがねしっかり低めに制球できればもっと低めの変化球もね生きると思うし、ちょっとね楽しみですね。なんか金髪でちょっとイケイケ系になってましたね、まあ、なんかね、はい、まあ、僕別に、はい、あの容姿とか何とも思わないんですよ、私は別にいいと思いますよ、はい、日本ハムの選手って結構こう茶髪だったりそういう選手ね、うんうん、多いので、いい髪型ってねそうするわけじゃないんで、はい、あちなみにですね、はい、オリックスは去年ね頓宮選手、はい、期待って言って1軍では12試合、うん、でも打率は3割1分3厘打ってるんですけどね、でも12試合しか出てなくて、でも今年まあキャッチャーやって、はい、まあ、どうなるかっていうね、うん、で日本は清宮期待って言って、はい、で96試合で、うん、打率が一部九厘、あ、1割9分か。1割9分ですね、はい。っていうところでね、うん、ちょっと2人ともね、期待値よりも成績は低かったですね。はい。で続いて、はい、4位。楽天ですね。はい、楽天はですね、はい、石原選手ですね。お、石原剛志選手、うん。キャッチャーの期待は。はい、あのこの前はその、ロッテと楽天の練習試合見たときに、いいバッティングしてたのよ。うん、しかも打って、はい。ちょっとね、だいぶ、ふわーってきてますけど。いやもうあの元々なんかお菓子がやめられないらしくて、あのトッポが大好きらしいんですよ、うん、はい、でお菓子食べちゃってどうしてもこう痩せられないって入団当初からね、うん、結構悩んでました。でロッテ来たらもっと食べてたのね。そうかもしれないですね。ロッテじゃなくてよかったかもしれない、食べ過ぎちゃうから。でももうあの、はい、いいバッティングしてたん で、うん、でキャッチャーもね、はい、これっていう決まるところもないし、うん、キャッチャーで打てる選手が楽天にいないんで、はい、ひょっとしたらね一軍に食い込んでいける可能性もあるから、そうです、ね、ちょっと期待してるんですよ何気に。去年は涌井投手にも指名されて涌井投手と最後の方組んでたんですよ、うん、じゃあチャンスはあるね。いやありますよ、今年もしかしたらじゃあ涌井投手の時は石原選手になるかもしれない、ね、だからこう一軍でしっかりね打てればいいのよ、うん、そうですね。だから去年は18試合で1割7分4厘、はい、うん、だからやっぱ打てなきゃね、はい、この持ち前の打撃を一軍で発揮できるかどうかが勝負だね、うん、はい、ないですか期待の若手、楽天は。楽天ですか、そうですね、あの武藤敦樹選手とか2年目の選手なんですけど、うん、まあ、でもこれは記事でしか読んでないんですけど、すごいでもアピールしてて今年一軍キャンプ参加してて、うんうん、で石井監督もあの期待のこの黒川選手よりもバットが触れてるっていうコメント出してたり、うん、去年でも2軍イースタンでも3試合しか出てないね、怪我だったかな、うん、あったと思う。でも今年でもすごいキャンプでアピールしてます。もうじゃあ一押し、一押しです今年。あでもまだね19歳なので外野手なのでやっぱ枠がどうかっていうのはありますけど、これから出てくる選手だと思います、うん、今年よ、今年、今年、今年の話よ、今年か、今年期待する若手新戦力の話。でも一軍に来ると思う。何試合出ますか。やっぱスタメンにはまだ早いと思うんです。だからでもスタメンに早いんだったら二軍で試合出る人がよくない、若いから。確かにそうだな。確かに。あのじゃあ私のこの感じは、うん、未来の楽天を担うってことです。未来ね、はい、今年じゃないんだ。今年はそうですね、やっぱこうね、うん、結構埋まっちゃってるんで、うんうん、今年はないの、今年一押しの若手、新戦力。そうですね、楽天、
あ、まあ、新戦力で言ったらじゃあ高田光一投手とかルーキーですけど、ドラフト2位法政から、うん、いやもう即戦力として入ってくるだろうなっていう感じはありますよね。先発ですか？いや中継ぎかな。結構いますね中継ぎ。いやいけるんじゃないかなと思ってるんですけどねあちょっと先発中継ぎちょっと後でちゃんと調べます、うん、さあ続いて、はい、3位西武、はい、西武はですね餃子ですね。おお。去年もね最初序盤で投げましたけど、はい、なかなかね勝ち星がついてこずっていうところでね、はい、2勝4敗防御率5点台っていうところでしたけども、そうなんだ、牧田高橋嶺と同じで、ね、自主トレして、うん、アンダースロー合宿、はい、そこで何かを掴み取ってこれればハマるんちゃうかっていう、はい、期待したいです ね、 結構去年投げてた印象は強いですけどね。でも8試合しか投げてない。8試合なんだ。そう序盤だけだからね。そっかそっか。でもまあアンダースローっていうところで、うん、そこでね自主トレでうまくいろんなものをつかめて、ものにできれば、まあ、キャンプはね2軍スタートみたいなんですけど、はい、うまくいけば、まあ、先発ローテーションもね高橋コーナーが開幕投手に指名されてましたけど、はい、空きがあるんでね、はい、まあ、中継ぎでもいけるっていうところで、このね与座三兄弟がね全員ピッチャーなの、うん、はい、で長男がねパナソニックでやってて、うん、で三男が東北福祉でやってるらしいんだけども、だこのね三兄弟がの中で、まあ、今一人ねプロだけども、はい、まあ、どこまで頑張れるか、まあ、可能性はねあると思うんで期待したいですね、はい、去年のね反省を踏まえて、うん、今年いい形でね出来上がれば面白いんじゃないのかなっていうね、はい、あとはねいるんですか。いやもう鈴木くんに頑張ってほしいです ね去年ちょっと掴みきれなかったんでね。そうなんですよ、序盤良かったんですけどね。46試合でね2割7厘、はい、ね、うん、一瞬ね秋山の埋めるかっていうね、はい、これで長続きさすのがプロで難しいんだよ。単発シャツね。そうです。結局何試合でした去年。46試合、あ2割7厘、うん、これじゃあちょっとねなかなか厳しいんで、今年ねまた去年だから木村選手が主に出たそんで金子が怪我してたんでね去年 でこれはもう、ね、戻ってきたらね、うん、金子木村でレフとかね栗山とか出てきたら、はい、あとスパンジェンバーグもいるし、いや頑張ってほしい。だそういったところでね、まあ、どういう風に掴めるかっていうね、はい、チャンスはね早めに掴むんとかないと、はい、新しいのが出てきちゃうからね、うん。さあ、じゃあ続いて2位です、はい、ロッテ。ロッテはですね、高部ですね、高部彰人、はい、これね、練習試合とか見ててもいいバッティングしてるんで、うん、まあ、外野でね、うまく入ってこれれば。去年結構出てましたよね。5試合です。え、5試合なんだ。そんな出てないです。あと終盤コロナで選手が離脱した時に上がってきただけです。すごい印象残ってるんですけど、はい、その時の5試合で11打数1安打1割っていうところで、まあ、国士舘でね、大学の時はなんか記録作ってるんですよね。へー。だからまあ2軍でもいい形で成績残してるんで、はい、まあ、あとはね1軍でしっかり出すだけっていうところで、うん、まあ、藤原とかね、はい、去年台頭してきた選手、荻野もいるし、ね、うん、マーティンっていうところでね、はい、外野はなかなかね競争率激しいですけど、うん、こううまく入ってこれればね面白いんじゃないのかっていうところで期待はしたいですね、はい、あとはですね、はい、キャッチャーの佐藤俊也が、まあ、この高部も一緒に2年目ですけど、はい、まあ、ここら辺が成長して田村を脅かしていかないと、うん、なんか田村の能力ももうここで頭打ちで上がらない可能性あるんで、ちょっとライバル出てきてもっと、ね、切磋琢磨して高いレベルで争ってもらいたいなっていうところで期待はしてますけどね、うん、はい、でも田村選手はまだ20代ですからね、うん、まあ、年関係ないからね。あ、そうですか、うん、だって、はい、下手くそなやつは何歳でも下手くそだし上手い人は何歳でも上手いから。はい、そうですね、うん、確かに。だからここはね競争相手でチーム内競争とバトルが激しくなると、はい、ね、危機感持って能力値上がりやすいから、うん、そういった意味でもこの佐藤俊也にもうちょっと頑張ってもらって ね切磋琢磨競争をしていって、そうそうそう、いい形のね高いレベルのレギュラー争いをしてもらいたいですね。はい、続いてじゃあ最後ですね、最後ソフトバンク、はい、ソフトバンクはですね谷川原選手ですね。谷川原選手、こうキャッチャーなんですけど、はい、まあ、キャンプ見に行った時も、セカンドスローとかもいい形で投げれたし、いい動きできてるんですよ。で昨年2軍で2割6分4厘ホームラン4本と、まあ、いい形で、下積みもできてるし、今24歳、うん、で、まあ、栗原と同じようにキャッチャーだけじゃなくて複数ポジションも守ったりしてるんですよね、2軍 で、はい、でしかもこのやっぱりソフトバンクは回の次が、まあ、高谷なんですけど、高谷もベテランでちょっと故障しがちになってきてるし、うん、やっぱその若手がねやっぱ育っていかないと、もし万が一回に何かあった時に困るじゃないですか、うん、はい、でそこで2番手争いを、まあ、久喜とか海野とかしてるんですけども、うん、このね谷川原選手、はい、期待したいですね、この回の後に、
はい、これ何がこう良かったというか、いやバッティングとかもいい形でできてるし、うん、守備面もスローイングも良くなってきてるから、はい、まあ、そのずっと回っていうわけでもいかないから、そこをうまく、ね、まあ、休養も含めて使いながら育てていってもらいたいなっていうところもあるし、うん、まあ、期待したいですね、はい、どうなるのか、打撃力を武器って書いていますからね、うん、この2番手争いにどうやって組み込めるかっていうね、はい、でまあこのスーパー UDT っていうね、あの投手以外ならどこでも守るっていうね、うん、いうところで、まあ、もし3番手捕手と置いてくれば、もし何かあった時にどこでもできるっていうのはチームとしてね、はい、その広がりもあの生まれるし、うん、そういった意味でもこの栗原がねキャッチャーから野手になってブレイクしたと同じように、うん、この谷川原選手、そうなる可能性も、うん、ちょっと期待して、今年はちょっとさらに注目して、はい、この人を見ときたいですね、はい、で佐藤さんキャンプ行ったじゃないですか、うん、まあ、あんまり見れなかったって話はありましたけど、うんうん、こう目についた若手の選手とかこのパ・リーグの中にいなかったんですか。あとはまあ昨年ねパ・リーグでいうと、はい、まあ西武はね、うん、山部投手推しでいって、山部選手推しでいって、はい、53試合で2割3分3厘、うん、でまあ岡井選手推しでいって一軍出場なし、なかったですね、でしかも今年怪我、はい、でソフトバンクはリチャード、うん、一軍出場なし、はい、で二軍でもちょっとホームラン打ってますけどちょっと打率が低いっていうね、うん、でロッテは平沢選手、安田選手推しで、まあ、安田はね、まあ、一軍でしっかりとした形が ね、うん、出てこれからっていうところもありますけど、まあ、平沢はね一軍出場なし怪我もありっていうところでね、うん、はい、ちょっとなかなかねっていうところもありますけど、はい、栗原がサード守るんちゃうかっていう話もありますし、うん、はい、まあ、リチャードそして、まあ、三森っていう選手たちも二軍でしっかり結果出してるんで、はい、まあ、やっぱ高いレベルで2番手争いがね、うん、激化してるっていうところはね、はい、まあ、ありますよね、はい、そうですね、でもその中でもこの下位の次にね、うん、っていうところが今薄いだけにね、この谷川原選手を今日はピックアップする、はい、あの私キャンプでこう見た選手いませんでしたって今聞いたんですけど、はい、だからその今言った選手です、だからソフトバンクだと、あ、リチャードとかビモリとか、あ、見れたんですね、ちゃんと、はいはい、あ、なるほど、よかったと、はい、そうですね、はい、だからそこが、まあ、底上げできればっていう、ね、なるほど、で、まあ、この谷川原選手も見れたし、はい、うん、だここ見れてないのは2軍にいた与座と、あ、そうですか、だけっすで、あ、じゃあ他結構ちゃんとあの確認できてるんですね、そうそうそう、うん、他全員は与座だけっすね、2軍にいたんで見れなかったんで、そうですか、あとは全員見れましたね、おお、うん、じゃあちゃんと目で見て確認してきたと、そうそう、あとはまあ、うん、頑張れるかどうかは本人次第ですけど、はい、期待はしたいですそうですね、今年のまた来年どうだったかっていうのね、そうですね、だから、ね、パ・リーグだったら去年言った中で一番頑張れたのは、うん、まあ安田か、そうですね、うん、ロッテは平沢安田って言ってたと思ったら、はい、ちゃんと試合にねずっと出てましたからね、そうだね、うん、まあ、清宮選手も、まあ、出てはいるけどちょっとね成績からしたらちょっとパッとしないしね、はい、そうですね、96試合は出てるんですけどね、うん、いや、まあ、こういった選手がねまたどうやって頑張れるのか、はい、開幕したら期待したいですね、はい、次回セリーグ編です、はい。